こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。今回は、事故後に発生した事件で二重の衝撃をもたらした、ユーバーリンゲン空中衝突事故について解説するぜ。このチャンネルではできる限り、3D の再現 VTR を使って、当時の状況をわかりやすくお伝えしています。ゆっくりしていってね。これ知ってるわ。映画化されたもんね。知ってるのは映画だけで、元の話は知らないけど。アーノルド・シュワルツェネッガー氏主演のアフターマスだな。映画化されるぐらい衝撃的な事故だったってことだ。なお、映画は主に事故後の人間ドラマが書かれている。事故自体はあまり描写されていないし、最終的に起こった大どんでん返しは映画には全く入っていない。何？大どんでん返しって？まあそのあたりも楽しみに聞いてくれ。それじゃあ当時の状況について解説していくぜ。頼むわね。空中衝突事故が起こったのは2002年7月1日の夜。ドイツ南部のユーバーリンゲン上空で発生した。一機はバシキール航空の2937便。機体はロシア製のツポレフ154だ。翼にエンジンはなく、胴体の左右に1機ずつと、垂直尾翼部に1機の計算機のエンジンを備えている。翼にエンジンがないと胴体の高さを下げられ、整備や搭乗などに使用する空港側の設備がコストダウンできるんだ。ロシア機はロシアのドモジェドボ空港を19時48分に出発した。目的地はスペインのバルセロナ国際空港だ。乗客は69名。うち45名はなんと小中学生だ。学術や運動に優れた学生が報奨としてスペイン旅行に招待され乗り込んでいた。本来は2日前に別の便に乗るはずだったが、旅行会社に手違いがあって、急遽この飛行機がチャーターされた。本来は乗るはずじゃなかったのね。もう一機は DHL 社の611便。定期貨物便だ。機体はボーイング757の貨物専用タイプだ。イタリアのベルガモ空港を出発し、ベルギーのブリュッセル空港に向かっていた。乗員は機長、副操縦士の2名のみだ。ユーバーリンゲンあたりで飛行ルートが交差してるわね。ああ。23時頃、ロシア機は高度3万6000フィートでドイツ領空を西に向かっていた。一方 DHL 機は高度2万6000メートルでスイス領空を北に向かっていた。DHL 機は事故9分前の23時27分、スイス管制に許可を取った上でロシア機と同じ高度3万6000フィートに上昇した。怖いしやめてよ。なんでわざわざ同じ高度に？タキとの飛行ルートの兼ね合いや天候の状況により、上昇しようと判断したと考えられる。というか DHL 機からすれば、ロシア機と同じ高度を選んだつもりはなく、たまたま一致してしまっただけだ。それで問題あるかは空域を管理する管制官が判断することだ。この時点では2機には十分な間隔があり、安全と言える。一時的に同一高度を飛行する状況は現代においては一部の過密空域では日常的に発生しているぜ。今のところ、よくあることなのね。わかったわ。一時的ですものね。これから高度を変えるようどちらかに指示するのね。事故の8分前には DHL 機もドイツ領空に入った。そして事故後10秒前の23時35分。ちょっと待って。コードの変更の指示はまだ同じコードなの？大丈夫？いや、全然大丈夫じゃない。指示は遅れていた。ドイツ南部はスイスが航空管制を担当していたが、2名いるはずの管制官の1人が、たまたま休憩中だったんだ。しかも残る1人もドイツ南部の航空管制だけではなくドイツにあるフリードリヒスハーフェン空港の侵入管制を受け持っており、全く余裕はなかった。他にも理由はあるが、口述する。事故後10秒前、ロシア機、DHL 機、双方が装備していたティーキャスが、相手の機体を捉えた。ん？ティーキャスって？航空機に搭載されている空中衝突防止装置だ。相手の速度や高度を計算し、衝突が懸念される場合はパイロットに回避指示を出す。双方のティーキャスは分析に入った。まだパイロットへの指示は表示されていない。事故43秒前にはようやく管制官が急接近に気づき、ロシア機に、工作機あり、至急3万5000フィートへ降下せよと指示した。事故の36秒前、ロシア機が指示を受け応答及び降下を始めようとしていた時、今度はティーキャスからの指示が飛んだ。なんかいきなりすごい忙しくなってきたわね。ハラハラするわ。ティーキャスの指示は、ロシア機の上昇、DHL 機の降下だった。ロシア機に対しては、管制官は降下、ティーキャスは上昇という相反する指示が出たことになる。ロシア機パイロットは迷ったが、事故の29秒前、指示の応答が得られていないことからスイス管制官はロシア機に降下を再度指示した。この管制官からの指示を受け、ロシア機は降下を開始した。ティーキャスからの降下指示しか出ていない DHL 機も降下していた。あ、これやばい。衝突27秒前、まず DHL 機がロシア機の後方塔を発見し、ロシア機の存在を認識した。
DHL 機の T キャスから降下指示が出ているということはロシア機の方は上昇指示が出ているということになる。DHL 機はまだ衝突するとまでは考えていなかった。衝突18秒前、DHL 機の T キャスはさらに緊急性の高い指示で降下を要求し、DHL 機はそのまま従った。衝突13秒前、DHL 機は時期が緊急降下中であることを管制官に報告しようとしたが、管制官はロシア機から降下の報告を受けている最中で、伝わらなかった。管制官はこの、ロシア機の降下報告を受け、事故が回避されたと判断して空港の進入管制業務に戻った。ちょっとなんでよ、大変なことになってるわよ、戻って。この時ロシア機は T キャスからの指示が解除されないことを疑問に思い、10秒もの間 DHL 機を探していた。だがロシア機は管制官から、DHL 機が右から来ると聞いており、左から接近していた DHL 機の視認が遅れた。逆じゃない、DHL 機に、ロシア機が右から来るって言うならわかるけど、なんかすごいテンパってたのね。ロシア機が DHL 機を視認したのは衝突8秒前だ。ロシア機は機種を上げ急上昇を試みたが、手遅れだった。2機は空中衝突した。DHL 機の垂直尾翼がロシア機を引き裂き、ロシア機はその場で空中分解した。DHL 機は垂直尾翼を失い操縦不能となり、2分間の蛇行の末、墜落した。ロシア機の69名、DHL 機の2名、合わせて71名の乗員乗客は全員死亡した。事故後、空港の管制が一段落し、管制官はドイツ南部の管制に戻った。レーダーを見ると、2機は墜落を示す赤ランプが点滅しており、真っ青になったという。一人も生存者はいなかったのね。高度1万630メートルで衝突したからな。生存は不可能だ。事故直後、原因について調査が行われた。基本的には衝突を回避するよう管制がうまく指示する必要がある。まず管制の体制不備が指摘された。一人でやってた上に、ドイツ南部の管制と空港の管制を掛け持ちしてたわよね。ああ。一人体制は違反だ。ただし上層部からは黙認されていた。また、当時管制室の電話回線が調整のため使えない状態だった。そのため空港の進入管制以降を空港の管制官に引き継ぐことができず、必要以上に空港側の管制に時間を取られていた。なおかつ管制室の接近警報装置がその時間メンテナンス中で、動作していなかったんだ。2機の接近を早期に検知できなかったのは、機械が使えなかったのと、管制官が空港側につきっきりにならざるを得なかったからなのね。そうだ。スイス管制の組織的な問題であり、管制官個人は精一杯だったようだ。でも、ロシア機の加工の報告を聞いて、管制やめちゃったじゃない。早すぎない2機が降下し終わるまで監視しててほしいわ。空港側の管制業務が忙しかったというのはある。あと管制官からは、T キャスが DHL 機に加工を指示していたことはわからなかったんだ。管制官からすると、DHL 機には指示を出していないから高度を維持するはず。一方のロシア機には加工を指示する。これで解決したと思い込んでしまうのも無理はない。管制官は DHL 機の加工を知らなかったのね。それは致命傷だわ。ああ。この事件を機に、T キャスと管制官の指示が相反する場合には、T キャスに従うことが定められたぜ。T キャスは片方が上ならもう片方は下、片方が右ならもう片方は左を指示するから、両機が T キャスを優先すれば安全だ。なお、この優先度の問題は1年半も前から懸念されていた。2001年1月31日に日本航空機駿河湾上空にアミス事故が起こり、日本から国際民間航空機関に、優先度を明確にするよう定めよと要望されていたんだ。この事故の前に決めてたら起こってなかったわね。一番悪いのはそこな気がしてきたわ。で、冒頭の話に戻るが、衝撃展開はここからだ。いよいよ来たわね。事故の当事者であったスイス管制の管制官は、裁判で個人の責任が問われることはなかった。しかし事故の大きさから、仕事を辞め、名前、住居を変えて生活していたんだ。法的な責任はなくとも、恨みは相当買ってそうだもんね。ああ。しかし被害者遺族の男性は私立探偵を雇い、元管制官の自宅を突き止めたんだ。映画でシュワルツェネッガー氏が演じてたのはこの遺族男性だ。この男性はロシア人の建築士で、事故により妻と二人の子供を亡くしていた。事故からの2年間は家族の墓の前で一日を過ごす生活をしており、うつ状態だった。元検察官に会うなり、男性は死んだ家族の写真を見せ、謝罪を迫った。元検察官は拒否して写真を捨てたため、男性は元検察官をナイフで刺し、死亡させた。事故が殺人事件を引き起こすなんてね。男性はスイスの法廷で裁かれ、懲役8年と宣告され、スイスの刑務所に服役した。ここまでは映画で見てなんとなく知ってるわ。
そして2007年に釈放された後、故郷のロシアに帰った男性は、なんと英雄として扱われ、ロシア内の共和国で建設副大臣に任命されたんだ。え、英雄？すごい話ね。確かに被害者はロシア人の子供ばかりだったけど、それは確かに映画化できないわ。以上、今回はユーバーリンゲン空中衝突事故について紹介させてもらったぜ。最後まで、ご視聴ありがとうございました。これからも世界の大事件を 3D の再現 VTR 付きで解説していくので、よかったらチャンネル登録と高評価をお願いいたします。また見てね。